ヤガチャガチャンネル。あで一回あいつらから逃げて高速降りて、まあそうだよね、まだ動画シーン続くよね。ごめんね、うんちゃん。くそ、しばらくここに隠れる。うん。渋沢どっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着けよ。だ彼女が不安がる。伏せ。それが何だ。私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。え、何やってんだお前。下の様子を見てくる。どうした小田。悪かった。あんた怪我してないか。痛むところは。桐生さんでしたよね。ああ。小田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何。私は多分あの人を知っています。そういうことよな。そういうことよな。やっぱ気づいてたんだ小田。動くな桐生。動くなっつってんだ。何してんだお前。悪いけど俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと。だからお前らには死んでもらうしかねえ。どうした小田。急展開、急展開。大丈夫か牧村さん。その杖は。世良さんから万一の護身用にって。でも立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ小田。なんで裏切った。あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか。桐生さん、その人の左腕入れ墨が入ってませんか。コウモリの。小田。まあその色のコウモリはわからんよ。の声聞いた時にもしかしたらって。何なんだ一体。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。何。どういうことだ。言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ俺は殺しても殺したりねえってやつだろうさ。だから俺ら二人とも殺すってのか。立花と彼女を合わせられねえってのは何だ。意味がわからねえ小田。どういうことなんだ。
一から説明しろ。おでん。わかったよ、アナス。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが立花とどう関わってる？俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人を神輿に担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに橘さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は橘さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は橘さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。含みを持たせるなよ。残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチョ、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。あらららららら。牧村誠か、橘の妹。本当なんですか、その話。この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも橘さんは俺のしたことを許しはしねえだろ。なら俺がやれることは二つに一つ、破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう一つ、あんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。
渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはね。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。はあ、早く逃げないと。あんた、まだ俺と一緒に逃げる気か。ったく、どこまでおめでたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。俺が奴らを押し止めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら橘さんの役に立って死にて。太田、虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に立花さんが好きだったって伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。桐生さん、小田さんは。今は何も言うな。ありがとうよ、キリュウ。やっぱゼロのオリキャラはね、生きてると都合が悪いからどんどん死んでくね。あんたは俺が守る。必ずだ。はい。女渡せや、キリュウ。どうせてめえはここで終わりだ。清流と開花したぞ。さあ、というわけで、まあ言うてお前らは雑魚戦なんだよ。あくまでな、あくまでお前らは雑魚戦なんだよ。わかるか。だからここの後にボスが出るか否かの方が重要なんだよね。そう、この後にあのちゃんとボスキャラみたいのが出てきて釣ったもんだするのかしないのかなんだよ、ポイントは。で、牧村自体にも HP あんのね。だからそれもケアしなきゃいけない。待って、意外と牧村 HP 減るの早い。ちょっと待ってよ、お前か。で、お前もか。めんどくせえこの戦闘。もうそういう悪いやつはこう。多分話してると思うよ、掴んでたやつ刺されてるから。でもまあこれであと1人2人なのでお前もな、谷口。はいな、牧村に触れるとそうなるんだぞ。まあ牧村に触れなくてもそうなるんだけどな。というわけで次の戦闘用に貯めとくね。危な、切れちゃうよそれは。ああ、それで道が開かれるってか。あ、ここまでか。あ、お前もここまでじゃない、藤木、藤本か。だってあれやで、ガンガン清流島で攻めてくで。よいしょ。あや、いっちゃった。まあ、でもあれなのね、かたくなにそれを外さないのね。おお、それ振り回すの強くね。まああれなんだけど、これ飲む口実が欲しかったのが一番なんだけど。うい、
これ持ち替えた後すぐに必殺技打てるようになったアビリティ強いよね。でまあまあ適当に入れといて、よい、まだ倒してないよ藤本。おっと、あらあらあら、新しいのも出てきちゃった。でもこれは段差が高いからあれですか、誠ちゃんは大丈夫なパターンですか。とりあえず一人刺しておきますね。ね、ヒートゲージがもったいないんでね。いやー本当に武器持つこと覚えちゃったよな。武器持つ竜が如くの楽ちん加減覚えちゃったからさ、これからきっと俺は実況を続けていくにしてもずっと武器は持ってるだろうね。だから昔はなんかね、なんかパンチとかしてるだけでなんかなんとかやってるみたいな流れが多かった気がするんだけど、だって藤本の突進、だって藤本の HP なんて見てたらさ、やべ、やっぱりだけど大変だなと思っちゃうじゃん。あーん、ゲージなくなっちゃうよ。まあしょうがないから、大柄なやつはな本当にガードが上手いやつが多いからちょっとだるいんだよな。いてててててだ、こういう細身のやつをとりあえず適当にボコしてヒートゲージ貯めるっていうのが王道のセオリーだよね。んでよいしょ、ういー、あー間違えた、あー金森全然 HP ないじゃん、お前じゃないよ。よいしょ、一回竹本ピアノで HP、 じゃあねヒートゲージ回復させて、あぶね、どこ行ったあいつ、ほい、そうそう、グリグリするのが一番いい、そう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 、 HP 削っていきたいね。でしまって、よいしょ、はい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 、で小谷は一回落としていって、まあまあまあガードがうまく成立してないタイミングとかうまく、うわあ振り回し強、狙って蹴るといいんだけど、いや結局もう当たったらダメって強えな藤本。よいよい、うわー強、まあまあ飲みゃいいんだけど。んでこういうのもあるよ、でーん、よし600万ぐらい稼げたな今な。終わり、渋沢組が迫ってるんだったら渋沢本体が来てるとかじゃないの。こっついたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。せっかく女は蒼天堀にいるって教えてやったのに。女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったのはお前もだ。ラブホテルに来たの一回。何もしねえから安心してくれ。目立たねえとこに泊まりたかっただけだ。
分かってます。兄は今どんな人ですか？普段はえらく冷静な感じだ。それに頭が切れてめったに感情を出さない。そう、私の知ってる兄とはだいぶ違うみたい。あんたはいつからあいつに会ってないんだ？10年前、私は10歳で兄もまだ15だった。なのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に、大阪に行くつもりとまでは聞いてた。そっか、だからあんたは蒼天堀にいたのか、橘を探すために。東京から家出して、蒼天堀で私、中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。小田か。あの人は私の探している兄に心当たりがあると言ってた。それでついて行っちゃったの。けどさっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。本当バカみたい私。それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと。私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんか、ああひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。
入り口までは俺が案内してやる。私、カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、キリュウさん。表、もうグランドピアノとか見てらんないよ。表な今回ね。いやでも話はガンガン気になってくる感じに進んでいきますね。これはね気になってくるよね。だって結局マジマ自体もね、あのどうしてるかっていうところもあるし、なんかエンディング近いの信じられないぐらい、もうなんか映画見てるだけみたいになってるけどね。実況動画とは何なのか。